どうもこです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日もね、庭でね、庭キャンプシリーズやろうと思ったんですけれども、またね、天気悪くてね、まあできるとこまでやっていきたいと思います。なんで庭でやろうかと思ったかと言いますと、さっきから置いてるこれ、うちのね、奥様がウィルキンソンの景品で当ててくれました。これがね、何かというと、ちょっと入れ物かっこいいでしょ。はい、こちらになります。ウィルキンソンのスキレットセット。このね、結構厚底のスキレットと、あと下に敷くこの敷物で、ミトンやったかな、ミトンかな、これが入ってます。こんな感じで疲れます。まあ、さっきから映ってるこいつはマイクです、ただの。はい、というわけでですね、今回はこのウィルキンソンのスキレットセットを使ってアクアパッツァを作っていきたいと思います。はい、それではね、今回使う材料はこちらになります。はい、これね、さっきのスキレットの大きさから言うたらちょっと材料多いんちゃうかと思うじゃないですか。けどね、実は2つ当たってるんですよ。まあね、2つあるんでね、分けて作ればいけそうなんで、やっていきたいと思います。ちょっと高さちゃうけど、まあこれでやっていきます。まずタラを、やっぱちっちゃいな、ね、アサリ、そしたらね、順番に火をつけていきます。はい、あとはね、これに火が通るまで待ってるだけです。はい、完成しました。ちょっとね、雨広がってきたから、さっさとこれね、食べたいと思います。ちょっと冷めちゃったかな。いただきます。うん、あ、美味しい。ちょっと野菜大きかったかもしれない。魚を、ちょっと雨だね。うん、うまい。
美味しい。はい、本当やったらね、パン焼いて食べたりね、締めにパスタ絡めて食べたりしたかったんですけれども、ちょっと天気悪くなってきたんで、あとは部屋でゆっくり食べたいと思います。本日はですね、庭キャンプシリーズでアクアパッツァ作ってみたという回でした。材料さえ揃えてしまえばあとは煮込むだけなので、ほんまにキャンプとかね、バーベキューとかでも活躍できるメニューやと思います。ポイントとしてはね、野菜はもう少し少なめに、あと小さく切った方が良かったかもしれません。はい、本日の料理以上となります。この料理役に立つそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。535ムービー5でした。Bye.